これ100万円渡しただけで終わる話じゃないぞ、これ普通に。だって100万円その学費に使うんじゃなくて今生活に使いたいぐらいだよね。使いたいですけど、まあ、あの行政書士に一応頼んだんですけど、あの断られまして、ナッシングになりまして、生活保護。生活保護がナッシング。たまにギャグ入る。そう、生活保護がナッシング。行政書士の虎っていうのに出たんですか。てか、ここで100もらったら逆にそれ通らなくなるとか、ない、大丈夫なの。いやー、これは大丈夫だと思うけどね、学費だし。